みなさんこんにちは、ゴリラチャンネルです。今日は粘土要塞へのポータルを見つけました。はい、というわけでレイ君、何が起きましたか？目の前にあるこの、これなんていうんだっけ、エンド要塞へのポータルを見つけたんですよ。見つけたんですけど、結構苦労して撮ったよね、うん、めちゃくちゃ苦労して撮った動画が撮れて台無しになりました。いなかったということです。はい、実は1時間半ぐらいレイ君とかけてめっちゃ苦労してやったんですけど、撮れてなかったんです。というわけで今回はここからちょっと説明をしたいと思うので、よろしくお願いします。前ジャングルのところで、ここね、ちょっと近道を作ったので案内しますと、前あのエンダーアイを投げてここのジャングルに行き着いたと思うんですよ。でマーキングして、ここね、ここを掘ってあのあと入ったんだよね、ちゃんと。で入ったんだけどなかなか見つからなくて、1時間半ぐらいかけてやっとこのさっきのポータルを見つけたんですけど、そこから一旦一番上までこう単純に掘った感じです。ここね、今後はまあ一瞬で行けるようになったんだけど、何せ動画に撮れてなかったのがマジショックだよ。オーマイガー。でここなんとか見つけて、うわーって言って、ここに何だっけ、なんちゃらフィッシュ、うん、ここにシルバーフィッシュ、シルバーフィッシュの無限に湧いてくるスポナーがあるんで、そこ消して、ここにエンダーアイを十何個入れたんだよね、うん、で入れたらここがボーンって出てくる。13個全部埋めたら、ここのなんかブラックホールみたいなのが出てくるんで、ここに いざって言って入ったらエンドに行けるんですよ。でちなみにここの下はメグマ、メグマ、メグマですね。はい、なんでここから見えねえんだよ、ね、でここに一旦拠点として作ったんだけど、ちょっと今回はここにはまだダイブしないので、次回以降のところ準備ができたら、ゴーくん、レイくん、パパで3人で初めて動画を撮ってエンダードラゴン討伐行くと思います。はい、でまずそもそもエンド要塞とはっていう、なんかこんな感じなのね。永遠にこうコンクリの迷路があって、でここぶち破ってわざこう来たんだけど、まあここの紹介今回ちょっともうね元気がないんでしないだけど、ちょっとダイヤをね、ゴーくんレイくんブー作んなきゃいけないと思って、うん、下に掘ってあのブランチマイニングしようと思ってたんですけど、なんと見て葉っぱが出てきたのよ。で見ても分かる通りレールが出てきたのよ。まさにそれは廃坑、廃坑があったんですわ。エンド廃坑、エン廃坑、エン廃坑があったの。エン廃坑をもうねすでに結構探検しちゃったんだけど、いろんなアイテム手に入れました。こんな感じ、ダイヤ20何個、23個、鉄ちょっと、6、レールひたすらいっぱい、これはね後ほど使うので64、集めてます。金の28か、エンチャントされたリンゴなどなど、いろんなものを手に入れたので、今後の建築にも使える、なんか苔とか、ね、今のさあの金のさリンゴのさエンチャントさ、うん、のさ体力がさ4増えるやつでしょ、一番強いやつ、うん、4か5マジ。はい、なのでここもちょっとね冒険動画外しちゃったんですけど、かなりねいいところに当たったので、ここのお宝集めてました。めっちゃ広いでしょ、ほらまだ下とか全然できてないから、今後動画でやってもいいしと考えています。はい、ここレイ君には見せてなかったんで、すごいでしょレイ。はい、紹介でした。じゃあレイ君そろそろ行く？行きます。はい。
じゃあレイ君はゴーとちょっとなんかベイブレードやるらしいんで、ここでさよならですね。バイバーイ。ちょ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 映ってるし。はい、じゃあ一回戻りますね。で、今回ちょっとお見せしたいのが、エンド要塞もちろんめちゃくちゃすごいんですけど、早くね入りたい。前回引っ越しをしようみたいな話をしたと思うんですね。で、実際に引っ越し先を見つけて、前回の流れだと一応この辺にまあ拠点を作ろうという話にはなってたんですけど、この辺ね、ジャングルしかなくて、あんまりこう、好みのランドスケープではなかったので、あ、で、これちなみにね、見てこれ、家事テンプレート。要塞風の装飾っていう、多分レアアイテムをゲットしたんですよね。インゴットとクリスタルが必要。よくわかんないんだけど、絶対レアでしょ、ということで、この辺をちょっと持って、一回、引っ越し先を見せたいと思います。で、引っ越し先実際ここからめっちゃ遠いんで、ちょっとそこに向かって、今どれぐらいまあ整地とか整理をしたのかっていうのを紹介しつつ、今回動画を終わりたいと思います。では早速向かいましょう。でね、方面がほぼほぼこれまっすぐなんだよね。今この XYZ の Z のマイナス1400っていうやつがプラスで330ぐらいまでいい拠点候補ないかなって言ってめっちゃ探してたら、多分ね、いろんなとこ探検しちゃって、いろんなバイオームがありましたね。で、結局は一番最初の拠点みたいな水がちょっと近くにあって、緑があるところがなんとなくの条件だったんですけど、楽しみにしてください。めちゃくちゃいいから。ようやくなんか見えてきましたね。めっちゃ長い。はい、海が大半で、渡ったらまだね、これでもね600近く座標あるんですけど、いろんなねバイオームがあるんだよね。でね、カバン見ていただいて分かる通りね、ダイヤ結構追加でゲットできてるんで、拠点にあるのと合わせてゴーとレイの分のダイヤフル装備とか、ちょっとエンドラに必要な装備を裏で整えなきゃいけないんで、準備の意味でも今回拠点に帰ってるわけなんですけど、楽しみだね。エンドラ討伐とか正攻法でちゃんとサバイバルでやったことほぼないんで、ちょっとね、近々白熱した戦いを見せられるんじゃないかなと思っています。さあ、この辺からアカシアになってきます。そして夕方が来ましたね。で、もう少ししたらね見えてくるんですけど、私のね拠点すごいんですよ。まずこの辺広いでしょ。広いのがまず第一条件。多分見えてくるんだけど、来ましたよ。ここを、見える?もう見えてるね。はい。じゃあ一旦ちょっと寝てから紹介に入ります。ほい、寝ます。さあ、来ますよ。もうだって脇つぶし見えるでしょ。アルマジロが少し左に見えるでしょ。いきますよ。3 2 1、じゃーん。これすごくない？これが私の新しい拠点です。アカシアとこの普通の緑のところ、草原のバイオームの間でございます。馬さん、アルマジロさん、アルマジロのうんこ、今拾えない。ここね、ペットコーナーですね。
で、ベッドがあり、ワンちゃん捕まえました。で、ワンちゃんもちょっと別のエピソードでいろいろやろうと思うんですけど、最近のアップデートが来て種類が増えましたというところですね。で、ここ前回の基地から、まあ、追加してこのウィザスケの頭ゲットできたので、ネザーからの戦利品と、なんかお墓的なものを、よくわかんないんだけど、作りました。はい。で、ここが、サトウキビを育てていて、ここは進化版のゴミ箱です。カチャって。はい。で、エンチャント台をここに持ってきて、ここが、まあ、お宝ゾーン、道具ゾーンですね。はい。で、エンダーチェスト前回作ったのかな?も持ってきてるので、はい。お宝。まあ、ここ石。ここはいろんなもの。ここ食べ物。ここがお宝ゾーン。で、ダイヤとか確かここに入れてたんですよね。エンチャント用の、はい、ダイヤ。で、今回持ってきたダイヤを足すと、1スタックと14か。はい。まあ、80弱あるんで、結構作れると思います。で、エンチャントに必要なラピスとか、まあ、いろいろもろもろと。持ってきてます。で、この裏にめちゃめちゃトライデントを集めてます。で、これかじりテンプレートね、さっきのやつなんだけど、これが海洋風の装飾で色全然違くない?この要塞風いいんじゃない?集まってきたよ。はい、てな感じで、ちょっと荷物は後で整理したいんですけど、こんな感じです。一応拠点、まだ全然家も建物も何にもないんですけど、うんこ拾っとこうか。で、ここは、うんことか、金の馬鎧。この辺も、お宝見つけたんで、キープしてます。で、最後にもう一個ご紹介したいのが、これね、もう見えるですね。右奥見えるでしょ。村なんです。村。村がなんと見つかったので、ここを無理やり、整地した感じです。ここももうわかる。山みたいなのを全部掘って整地しました。ここも全部実は川があったんだけど、もう繋げちゃいましたね。はい。で、いいのが、ここら辺ね、動物もめっちゃ湧くんで、この火属性の剣だと一発で焼肉になるんで、食料困らないというところですね。はい。今回一番の決め手はこれですね。アカシアの村がありましたというところです。はい。ラマさんもいる。で、規模はまあ中くらいの村なんで、自分でこうベッド置きまくって増やすこともできるし、まあいろいろ融通きく村かなと思ってます。はい。ちゃんと守ってるんで、湧き潰しをしつつ、アヤンゴレもちゃんといると。で、真ん中の方に、師匠をめっちゃ作ったんで、この師匠台。ちょっと動画にしようかなと迷ったんですけど、師匠ガチャをある程度やって、いいエンチャント本をここで生成しています。はい。素晴らしくない?いい環境が整いましたよということで、動画外でもめちゃくちゃ進められるし、近々来るエンドラの討伐に向けていろいろと準備を進めていこうと思います。はい。では、皆さん今回ご視聴ありがとうございました。レイ君も途中で行っちゃいましたけど、次回の動画もぜひお楽しみにしてください。高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。これからも頑張ってマイクラ更新していきますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。